そこにいるのシュちゃんじゃない？すごく真剣にスピーカー見てるね。邪魔しちゃ悪いから今は声をかけないでおこうか。ちょっと静かに。マリナ？あ、びっくりした。こんにちは、シュちゃん。はい、マリナ。スピーカーを探しに来たの？いつも使ってるスピーカーと比較していただけよ。そうなんだ。すごい集中して見てたね。普段の買い物はほとんどネットで済ますけど、音楽に関するものは必ず自分の目と耳で確かめることにしてる。ま、プロデューサーとしての責任というやつね。へえ、さすがだね。ヘッドホンしてるのに聞こえるの？私のヘッドホンをその辺の安物と一緒にしないでちょうだい。信頼してるメーカーに頼んでオーダーメイドで作らせたのよ。すごいな、オーダーメイドなんだ。私は最高の音楽を追求し続けるラスのプロデューサーよ。私のこだわりを隅々にまで反映させた世界に一つしかないヘッドホン。密閉型低インピーダンスでありながら、内蔵アップと高品質のノイズキャンセル機能で解像度と臨場感を損なわないようになってるわ。すごいヘッドホンなんだね。あ、じゃあ一個聞いてもいいかな？シュー、何でも聞いてちょうだい。猫耳の形してるのも何か意味があるんだよね。それはいいから。え、ごめんね、聞き取れなくて。なんて言ったの？可愛いからって言ったの。そっか、可愛いものってテンション上がるもんね。シュちゃんって猫好きなんだね。だから何？別になんだっていいでしょ。あ、待って、シュちゃん、スピーカー買わなくていいの？今日はチェックだからいい。これで失礼するわ。じゃあね。